ソシオニクスの外交感覚、はい、SE のお話ができればなと思ってます、はいはい、ちなみによくその感覚と直感みたいなのを比べるときに、はい、例えばそのあるとこに行ってね、はい、客人として招かれ、はい、ワインが出されたと、うんうんうん、で感覚は何を思うかっていうと、はい、赤いとか冷たそうだとか、うん、そういうのを思い、うん、直感はなんかその、うん、あこれはもしかしたら、うん、何年もののどこどこの産地でみたいなのをイメージするみたいなことが書いてあって、それが本当かどうかも微妙な気がしましたけどね今。あ僕は今本で書いたことあったことを読んだだけなんですけどね、はいはい、でそれが本当なのかなっていうのは感じましたって話です。あそうですね、はい、でちなみに例えば体調は、うん、まあお酒飲まないからあれなんですけど、うんうん、そういうお客さんのところ、あお客さんとしてそういうところに行き、うんうん、何かそういうワイン的なものが振る舞われた時に、はい、どう思います？何にも思わないかもしれないですね。出されたなとかですか？うんと、お酒だとわお酒だなみたいな感じですよ。お酒を飲んだ後が想像するじゃないですか。あーなるほど、うん、じゃあお酒はやめて、はい、これがお茶だとすると、はい、何にも感じないですよ多分あじゃあ例えばお茶に意識が向かないというか、お茶やめましょうか、はい、コーヒー、まあ、コーヒーでもコーヒーは体調コーヒー好き、まあ別に嫌いじゃないぐらいです。こだわりはないです。こだわりはない、はい、僕はあのうち、ん、で引いて飲むものなんですね。はいはいはい、ゴーリゴーリして、はい、で豆は最近買いあの安い豆を買ってるんですけど、はいはいはい、コーヒーが出された時は、うん、なんか美味しいコーヒーだといいなとか、あまずいやつでまずいじゃないですか、まあ、多分僕そういうのはあんまり気にしない感じですね。何を気にしてんだろうな、どう行動するかの方が気になりますよ。何をコーヒーどのように行動するかが気になる。コーヒーを出されたら、はい、他どういう反応したらいいんだろうか。どういう反応、どういう反応、喜んだ方がいいのか、まありがとうございますぐらいでいいのか。なるほど、はい、まあユング、はい、ソシオニクスの大元ユングも、はい、一番難しいなんて言いますよ、はいはいはい、それはやっぱりこの、まあ、日本語でも、うん、なんか感覚でやったとかって言うじゃないですか。はいはい、これどうやってやった、なんか感覚でできて、スマートフォン渡されました、はいはいはい、あこれ感覚でできるよって、できますよで感覚っていう言葉を使うじゃないですか、はいはいはい、でもこれって、うん、直わかります、そうなんとなく言いたいことはわかりますそうなんですよ、日本語がちょっと難しいんですけど、はい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 、感覚で触ってるんですけど、うん、いやそれは感覚じゃなくて、うん、なんでしょうねみたいな、なんとなくこれを押すとこうなりそうっていうことでもあるわけじゃないですか、っていう直感的なことでもあるってことですよね、はいはい、だとやっぱり分からないよねっていうところで、うん、昨日は昨日でその直感を知る前に意識無意識を知ろうっていう、で、まあ、ユングが言うには直感っていうのは、うん、カントが言うところの限界、うん、概念、限界概念、はいはい、と、うん、それを超えた部分が、うん、なんか分かるような気がするっていうのが、はい、直感だよみたいなのを見たことがあるんですけど、はい、それもまた分かりにくい、まあ、分かるような気がする、気がする、そう、それが多分今ね直感使ってるんですよ、はい、って僕は思ってるんですね、はいはい、まあ、それは分かります、分かりますというか、はい、それが正しいかどうかは分かんないですけど言ってる意味は分かります、はいはい、っていうこの辺で、でもじゃあ感覚ってどうやって働いてるのって自分が今日もまた見つかればいいなと思ってます、はい、ソシオニクスで SE だと外部に向く現実的なものから力とかのイメージがなんとなくあります。外部に向く、僕の感覚は SE なんですかね。僕の感覚は SE、 そのコーヒーを出された時に、はい、どうコーヒーのことよりも相手とどう接するかですよ、コーヒーを題材にみたいな感覚。それなんか内向き外向きの匂いがしますけどね、はい、外交なのか内交なのかみたいな、うんうん、でもまあ出された時の感覚的にはそういう感じですよって話です。黒だとか思わないですもんね、暑そうだとか、暑そうだとか思わない、はい、思わずに
コーヒー出されたなっていう現実にを受け止めて、はい、これに対して僕はどう行動しようかですよ。なるほど、はい、見ていきましょうか、はい、ソシオニクスので、今日もこのソシオニクスのこの SE の紹介は、うん、イザヨイブログ、はい、めまいさんのイザヨイブログから、はい、許可を得て紹介させていただいております、うん、はい、ありがとうございます。面白ございます。 SE 外交感覚は、はい、うん、NE や FI など、まあ、この8つの要素は画一的なものではありませんと、うん、むしろ使い方によってさまざまな顔を見せるものですと、うん、この SE とは難しいこと言いますね、はいはい、日本語は簡単ですけどね、はい、難しいこと言います、はい、ソシオニクスにおける SE は、うん、意思に基づく感覚と定義されます。はい、意思に基づく感覚、はい、意思に基づく感覚、はい、ちなみにユングが言う意思って、はい、あのね、本一冊分あるんですよ。うんうんうん、難しそうですよね。意思って何でしょうね、うん、ちょっとチャット GPT に聞いてみていいですか。はい、意思、ユングは意思について人間の精神において重要な役割を果たすと考えていました、うん、意思とは人間が自分の目標を達成するために必要なエネルギーを集中させる力であり、うん、自己実現や目的の達成に向けた動機づけの源泉であるとされていますと、はいはい、確かに、まあ、そんな感じ、そんなイメージです。人間の意思には個人的な意思とより大きな意思という2つのレベルがあると考えていたようですと、うん、個人的な意思とは自己の欲求や願望に基づくもの、大きな意思っていうのは人類や宇宙的な意思といった広範なレベルでものであるとされています、うん、ユングによれば個人が自己実現や目標の達成に向けた意思を持つためには自己を理解し内面の無意識の部分と向き合うことが必要だとされていますと。なるほど、うん、でこの意思に基づく感覚とするとなんか目標的な目標を達成するためにの感覚、うん、の感覚どうしたらいいのかっていう感覚ですかね。なるほど、うん、でSE は人や物の運動エネルギーに捉える。人がどのように体を動かしたり力を出したりするのか、うん、どのような力が働いているのか、うん、あるいは自分が何かを動かすとき どんな力を加えたり緩めたりすればいいのか、うん、こういう視点を取るときに SE が働いていますと、うん、逆向きの力をかければ動くものは止まります。ブレーキ、うん、それらから敵対するものに攻撃したり抵抗したりするのも SE の領域と言えますと。僕はやっぱり SE が弱いのかもしれない、はい、なんか昔は自分は SE ですとか言ってた時期はあるんですけど、なんでしょうね SE が、 SE がちょっとまあ言葉ではパッと理解できなかった感じですけどね。いや体を動かすときに、はい、どういう力を加えたり緩めたりすればいいのか、うん、っていう時に SE が動いてるよと、うん、行動する時にってことですかね。体を動かす時で、体を動かす時っていうとよく分かんなくなるじゃないですか。そうですね、なんか行動とかそういうことなのかなって。またねユングを持ってくるとちょっと分かりにくくなるのが、はい、ユングが言う感覚っていうのは、うん、まあ、この五感を通じて得られる現実の物質的な情報に基づき、うんうん、外界からの刺激を知覚する能力だと、うんうん、まあ、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚とか、うん、はいはいはい、そういう感覚を物理的な現実を捉えることができると、うん、しかしまあユングは、うん、ユングの感覚はその物理的なものを捉えるだけじゃなくて、うん、個人的な経験、感情、うんうん、想像力も含まれると、うん、物理的な現実に加えて個人の内面的な体験や文化的な背景などが作用して形成されるものだと、うんうん、まあ、確かに僕もこ の雨が降る前の日とか、はいはいはい、花が咲いてるちょっと暖かい日とかは、うんうん、なんかもわって、はい、匂いをなんかセンサーですよね、そのあ気持ちいいとかって、うん、それで気分が良くなったりする、これが多分外交感覚なのかなとは、うん、でもそれって内面で働いてますもんね。内面で一回ろ過されて
この、まあ、気持ちいいってなるのは、はい、まあ、感情の部分ですよね、多分違うのかな。要はセンサーが働くって話じゃないですか。あ、こういう匂いがするとき雨が降るなとか、うん、多分そういう感覚なんじゃないのことじゃないですかね。ユングは感覚型という人格タイプを提唱しており、うん、感覚型の人は五感による客観的な情報に基づいて物事を把握する傾向があると、はい、感覚型の人は細部にこだわり現実的で実践的な能力に優れているとされます、うんうん、こういうことが起きているときはこうなるみたいなのが感覚ってことですよね。実際のその情報、こういう匂いがするときは雨が降るとか、うん、はい、なんですか、こういう気温のときはみたいな、こういうふうになるとか、実際に起きている物事情報を受け取って、まあ、それが視覚だとか、空がああいう空模様のときはとか、うん、まあ天気のことばっかり言ってますけど、これよくなんかそのタイプ診断とかで、はいはい、タイプ診断って言わないらしいですけども、はいはい、まあ、そのタイプを見ますよなんて人が、うんうんうん、あなたはこのタイプですって言うわけじゃないですか、はい、何を元に言ってるんですかねで、はい、このもう初めの方はね、うん、あ、そうなんだって、はいはい、いうことができたんですけど、はい、もう読めば読むほど、はい、わかります。深く行こうとすればするほど、うん、溶けていきますね。はい、そんな本当に分かるのかっていうんですよね、他人が、うんうん、はい、はい、おっしゃる通り。でもまあこれは自分を見ていきましょうってものですもんね、はいはいはい、うん、なのでその今フォローさせていただいている MBTI のその、うんうん、なんて言うんでしょう、資格というか、はい、あの名乗っていいよっていう方も、うんうんうん、あの診断って言ってる人は怪しいと、しないと、まあ、診断ができるのは医者だとお手伝いってことですよね。サポート、うん、はい、でそれも要は自分で判断するためのっていうことですよね、うんうんうん、で知識はもうこれで、ね、NE はこういうものだとか SE はこういうものだっていう知識を持ってるから、はいはい、それを説明しますよってだけですよね、はい、だとなんか信用できる気はします、はい、でも自分が分かるとはちょっと言えないだろうなと思って、はい、わかります、はい、